夏だ、海だ、アーランドだ、はい、夏ですね、もう、8月始まります、8月の前の。なんで言いよどんだのかよくわからないんだけど、たまに八百先生、あれですよね、なんか特に外さなくていいところの名前外すよね。いや、そうですね、ちょっと、いや、なんか、判件とかいろいろあるかなと。なるほど。武田塾チャンネル。もう7月は本当に浪人生とかもう7月だみたいな感じですからね。ね、あっという間ですよ。受験生はもう本当夏休み入った瞬間からもうフルスピードでもう勉強しないと、もう取り返しのつかない差がついてしまいますね。まあその中でね、もしその悩んじゃってちょっとなかなか勉強進まないってことがあれば、ぜひ相談してほしいということで、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は、受験相談 SOS。八百先生、今回の質問は何ですか？今回の質問はですね、志望校のワンランク下の目安を教えてくださいと。なるほど。いう質問です。まあよくこれ自分たちが言ってるからね。はい。例えばどこどこ大学はワンランク下どこなんですかみたいな。そうですね。これは確かにちょっと一回知りたいですね。武田塾では志望校というかルートのランクが大きく3つとか4つに分かれてるじゃないですか。はい。日大レベルとかマーチレベルとか早慶レベルっていうのがあると思うんですけど、基本的に武田塾で言ってるのはそのワンランク下のことですね。例えばその自分が志望してる大学がマーチレベルまで必要なのであれば日大レベルまで終わらせてね。だから偏差値とかの1個下とかの話じゃなくて、その武田塾のルートのワンランク下ですね。終わらせてほしいのは。武田塾のルート表っていうのはなんか上から下にこうやって時間軸なんで、今ちょっとレベルが下に行ってますけど、そうですね。まあレベル分けはまずは大東亜帝国がありますか？英語と数学。はい、大東亜帝国、日東駒線、マーチとか関関レベル、はい。で早慶、東大、はい。まあ大東亜とか東大ないやつもあるけどね。そうですね。分野別大学だったりすることもあるから、なのでっていう目処で考えてくれればとは思いますね。はいはい。で、じゃあその志望校のレベルはどうなんだっていうことなんですけど、これは大学別の武田塾中森の3校種だけ合格点を取る方法で、まあ今50ぐらいの大学が大体この教科をこのレベルまでやってねみたいな話をしてるんで、それを見てそのワンランク下まで夏中に終わらせればいいんだなっていうふうに思ってくれればいいっていうことですね。はいはい。一橋とか四国とかどこ入んだよみたいな、あと九ってどこ入んやみたいな話もあると思うんですけど、ちょっと大学の学部とかで結構大きく違うんでね。なのでまあそれは一応武田塾相談来てくれたらここまでだよとかいつまでこれまで終わらせようねって話はまあできますよね。対策動画に上がってるやつは基本対策動画見てくれればそれで考えられるので、はい、まあそれをぜひね見てもらって、はいはい、最近新しいサイトもできたし宣伝してますけど、そうですね。はい、何でしたっけ？はい、参考書だけ大学合格.comですね。はい、はい、ね、ぜひ見てほしいですね。はい、はい、今回は以上です。武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、これはですね、参考書だけで大学合格.comっていうサイトがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるっていうことですか？分かる。それこちらなんですよ。お、そこですね。そう、どこだ、あそこか、はい。でさらにね、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、昔からあるやつあるじゃないですか。はい。逆転語学.com。あ、それだそれ。逆転語.com。はい。はい。それもこちらから。お、すごいですか。お。はい。ぜひね、武田塾チャンネル以外のねサイトもぜひ利用してもらえればと思いますので。お願いします。武田塾チャンネル1万人突破しました。1万人突破した。はい。1万人。はい。ミリオン。あ、違うわ。ミリオンじゃない。1万人。はい。これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。